El paraíso en tu cara, junto a ti. El paraíso en tu cara, junto a ti. El paraíso en tu cara. Se como mita mita hon samurai. Bushido コーチ。はい。で、私、書きます。本。あ、本を書くんですか。My trip。すごいな、これ。五輪の書。五輪の書。全部見た。子供。私、好き侍思います。宮本武蔵は天才なんですよ。で、我々がね、じゃあ今どうしてこんなそういう抜刀術っていうこの武道の稽古をしてるかっていうことなんですよ。まあ、我々がね、今武蔵の時代のように刀を持って天才でない我々がどうしてそれをするかっていうことなんですよ。ずーっと伝統を継承したんです。22代目なんです。それを23代に引き継ぐ役目があるんですよ。正当な神殿流を引き継ぐために稽古をしたんです、はい、稽古している人の中から一人を選んでその人に一子相伝です。必ずこの線ね、はいはい、この線がこの線、わかります、わかります。でこれでこの目釘を押さえて親指はここの縁のこう握るんです、はい、ですか。でこの線、左のこの線はここ、これです。で指2本を置いてここに握るように、はい、ね、こうでこの3本で握るようにね、3、はい、こうは握らんのです、はい、こう握るように。これはね、いや、あの辰の口を開くっていうてね、で今言われてる宮本武蔵はこの日本です、はい、この日本なんですよ宮本武蔵違う、はい、で我々はこの3本で握ると、あの右前、この上もね、これが上の方ね、上、この模様が、はい、白上、うん、こういってこうやって袴のこの線あるでしょ、これを折った帯のここに乗せるんです。おお、ここで一回結んで、で、はい、こう持ってこういってここでこう返すんです。これをここに通すんです。で、これが腰板って言うんだけどね。全部、コストム同じ、うん、同じ。ああ、一緒です。こう持ってここか。ここでこう止めるようにして。そう。で、これね、缶抜きって言うてね、これ全部出なしに。袴の紐をこう通す。こうした方が刀が動かんのです。こう。はい、こうね。刀はね、こう。ここのへその線がこの線に来るように。はい。これぐらいにこう刺すんです。はい。あ、やっぱこれぐらい抜けるんやな、簡単に。そうだ、その場合ね。正眼のかな、アイテム、これどうしてかっていうと、このままこうついたら、はい、ね、早い、そうそう、だけどそれが正眼の構え、でその人に合わせて、小さい人だったらその人のここ、小さい人のここ、小さいそう、だけどこうねはい、はい、高い人はちょそう、すごいね、ありがとうございます。全部、すごいね、いいね、全部最高、侍、ジャパニーズ、ベスト侍、ジャパニーズ、侍、愛してる。
ハイクラス。